神戸市長田区にある、長田神社で行われる鬼酔いというものでして、時は大晦日新年を迎えるにあたって不安に思っている民衆の、その不安を巫女が鬼を召喚し、鬼がその厄を払って新しい気持ちで新年を迎える、そのような演目の構成となっております。この浜松城の下で最高の演舞披露させていただきたいと思います。皆様の心に残る最高の演舞披露させていただきます。さあお前ら、この会場を港に染める準備はいいか。それでは会場のお客様、手拍子、心拍子、足拍子、よろしくお願いします。それではまだ見ぬ明日も異論はいかん。
この会場にいるお客様全員に感謝の気持ちを込めて礼。ありがとうございました。なれ。